常人離れした体育に盛り上がる筋肉、そして全てを跳ねのけるパワー。プロレス早々期より外国人レスラーは日本人にはないその恵まれた力で人々の目を引きつけてきました。日本がプロレスの歴史をもって50年、半世紀の時を経ても依然そこには埋められない体格差がある。この2人にはそのことをまたまたと見せつけられます。スーパーパワータッグ、バイソン・スミスにザ・グラジエーター。その巨大な体が今ノアマットを占拠しました。青コーナーからバイソン・スミス、グラジエーター、ドーキーの入場です。その手拍子に観客が合わせていきます。盛り上がるセミファイナルのマット、外国人による6人、まずは青コーナーの3人がマットに上がりました。小川、まさかの王座陥落。誰もが目を疑った神戸でのサプライズから1ヶ月、新王座はスコーピオ、ダグ・ウィリアムス組。第9代11位タッグ王者として迎えたシリーズに新たなチャンピオンが向かいます。 2.2 連後楽園ホール、セミファイナルのマットに11位タッグチャンピオンが登場です。まず姿を見せたエース・スティール、そしてその後ろからタッグチャンピオンが入場します。初の11位はダグ・ウィリアムス、そして3年3ヶ月ぶりの栄冠はスコーピオン。7度の防衛を果たした三沢、小川を王座から引きずり下ろした2人が11位タッグのベルトにまた新たな歴史を刻み込もうとしています。すでにリングに上がったスティール、ダグ・ウィリアムス、そしていつものように踊りながらのスコーピオン。いつもと違うのはそう、その右手黒く、そして金色に光るノアの主砲 GHC が握られていることです。今ファンに手を合わせるようにその GHC のベルトを見せつけ、またファンの手にその手法を触らせます。いつものファンサービスにベルトがついて、まさに鬼に金棒、カメラに向かってのアピールも上手です。スコーピオン、見事3年3ヶ月ぶりに再びその栄冠に返り咲いた初代チャンピオンのスコーピオンです。思えばこの真新しい栄冠のベルトが作られた時、最初にそれを腰に巻いたのはベイダー・スコーピオでした。外国人に始まったこの11位タッグ、第9代にして再び歴史は繰り返しました。そのベルトを2度目手にしたスコーピオ、今マットに上がりました。スコーピオ、ダグ・ウィリアムス、難攻不落と言われた三沢、小川を破った2人がセミファイナルに登場です。45分の一本勝負です。6人タッグマッチ。ローキー、主戦場はマット上空、ローキー、ザ・グラジエーター、空飛ぶ重戦車ザ・グラジエーター、気合が乗っています。バイソン・スミス、その角はどこを向くのか。バイソン・スミス、ジュニアのエース・スティール、 GHC タッグチャンピオンチーム240ポンドダグ・ウィリアムス。そうです、チャンピオンと紹介されました技巧派ダグ・ウィリアムス。235ポンドスコーピオン、一度巻いたその味は忘れられずにいましたスコーピオン。2度目の栄冠を手にしました。両陣営は外国人です。3人ずつ分かれた青コーナー、赤コーナー、試合前の雰囲気を見ていますと、どうも外国人だからといって心が通じている、そういうわけではなさそうです。きな臭いムードが漂っています。こちらが GHC タッグチャンピオンチームのダグ・ウィリアムスとスコーピオ、そこにエース・スティールを加えた3人です。第9代 GHC タッグ王者に輝きました1000シリーズ最終戦、神戸で栄冠をつかんだスコーピオ、ダグ・ウィリアムスといってはチャンピオンチームには失礼かもしれませんが、会場にいた9割以上の人は三沢、小川の防衛を信じて疑わなかった、そんな雰囲気の神戸で見事ベルトを手にしましたスコーピオ、ウィリアムス。ただ対するはパワーでは明らかにこのチャンピオンチームを凌駕していると言っていいでしょう。グラジュエーターとバイソン・スミスの2人がいます。どんな試合になるのか非常に楽しみです。ここはクリーンに握手を交わしました。さあ、日本人レスラーでは決して見せられない力のぶつかり合い、激しい圧巻のマットをご覧いただきましょう。セミファイナルです。おー、チャンピオン自ら出たスコーピオ、スコーピオとローキー、まずは早い勝負になるんでしょうか。セミファイナルです。
技と力にスピードを持っているスコーピオン。まずはいつものように手拍子で乗っていくスコーピオン。何か心なしかいつも以上に軽やかな動きに見れますスコーピオン。チャンピオンを持って初めての東京凱旋です。スコーピオン、あーお前では小さすぎるからバイソンと変われと、そんなことを言っています。あーバイソンも身を乗り出した。それにはプライドを傷つけられました。ローキー何かきな臭いムードが漂ってきます。確かに体を比べますと83キロローキー、105キロスコーピオン、20キロ以上の差があります。あ何かバカにしたような笑みを浮かべているスコーピオンがエルボーでした。おー思い出しへ、見かけによらないその力を秘めていたローキー、逆水平で返す。体がしなるスコーピオン、なかなかやるじゃないか、そんな表情にも見えます。放送の解説はレフェリーマイティ井上さんです。あよろしくお願いします。お願いします。どうもマイティさん、はい、ノアが誇る外国人、これでもかという迫力で揃いました ね。 そうですね、素晴らしいカードですね、まあ、チャンピオンチームね、はい、まあ、本当神戸びっくりしましたけどね。そうですね、マイティさんは、はい、あの試合の結末をどのように受け止めましたか。いやもうチャンピオンチームの防衛というふうには見てましたけどね、ここはロッキーが腕を取った。まあ、ダグもテクニシャンでね、スコーピオンもやっぱり飛び道具でありますからね、はい、まあ、まあびっくりしましたけども、まあ、決してチャンピオンチームは油断したわけでもないでしょうけどもね。なるほど、ここはローキーが速さと技を見せています。まあ、スコーピオとウィリアムスは調印式から挑発をして、はい、そうですね、そして試合でも2人を分断して場外でミサを捉えて、そして小川からフィニッシュ。そうですね、何かもう計画通り全てが進んだというような試合でしたね。そうでしょうね、もう手の内は知ってますからね、もう2人でもう毎日こう私はまあ外人係してね、はい、控え室にいますけども、いつも2人なんか相談してましたからね。あそうですか、その身近で見ているマイティさんから見て、はい、まあ、スコーピオという選手は参戦歴が長いんですが、はい、ダグ・ウィリアムスというのはどういう選手なんですか。まあ、彼はもうヨーロッパ、イギリスの、ね、独特なヨーロッパスタイルですけどね、まあ、基本もしっかりできて、これ無駄な動きじゃないですからね。そうですか、まあ、素晴らしいレスラーですよダグ・ウィリアムスは、はい、さあその速さでキックで返したローキー、ここは存在感を見せてきています。まあ、チャンピオンチームの話題になりがちですがローキーも、はい、もうノアでは存在感を示してきましたね。そうですね、ローキーも素晴らしいレスラーですからね、あの小さな体して力ありますからね。そうですね、ローキーもね、はい、その力を見せつけていきます。チャンピオンのスコーピオと速さ、そしてトリッキーな動きで互角に渡り合おうかというジュニアのローキーですが、ならばと力で行こうというスコーピオ、膝を3発当ててロープに振って、ここはリープロックして、おっと上空での戦いというのをよく見ています。ここからどうするか、起き上がっていくスコーピオン、距離を取った、おっとシャイニングウィザードかわしたか、かわしたか、後ろから行った、かわされても後ろから行く、予断を許しませんね。そうですね、どっから来るか分からないですね、きっとね、眉間に芝を寄せています。一部ファンの間ではナインティナインの岡村さんに似ているのではないかという声も上がっていますが、はあ、本人も分かっているそうで、スタッフの中から岡村さんと呼ばれますと笑顔で答えるというお茶目な一面も持っていますローキーです。ただなかなかリングでは真面目な選手ですね。してから真面目ですよ、その左腕に刻まれたタトゥー、勉強の勉という字でもその真面目なキャラクターというものが伝わってくるかと思います。あーっとここはなんと上から取って、そして変形のドラゴンスリーパーのような対戦だった。なんとスコーピオが抱え上げて落とそうかというところ、上に乗りましたローキー、すごいボディバランスですね、珍しいですね、そして上から締めていきます。背中をぶつけていった GH タッグチャンピオンのスコーピオン、エルボー、そして逆水平キックを打った。チャンピオンもここまでやられる、あしかし後ろからなかなか息つく暇がありませんスコーピオン。ローキーもやります。ちょっと長いですねスコーピオン、ローキーが。そうですね、ここで変わる、タッグですからね、バイソン、早めにやっぱりダグリアムタッチがあるですね。マイティさんの声が届いたかのように、両陣営2番手の選手が出てきました。左チャンピオンダグ・ウィリアムス、そして画面奥になりましたバイソン・スミス、小足をしのぐとも言われるパワーを持つバイソンと三沢・小川を破ったダグ・ウィリアムス、テクニックと力のぶつかり合いです。イギリス出身、今では数少ないと言ってみるでしょう、ブリティッシュスタイルのテクニシャンですダグ・ウィリアムス。力で追い込んでいくのはアメリカ出身バイソン・スミス、そのテクニシャンウィリアムスをまずはバイソンが力で押し込んでいく展開です。そうですね、
ダグのスタイルは本当に40年前のイギリススタイルとほとんど変わらないですからね。あ、なるほど、こういったところがその技のうまさを見せていきます。飛び箱のように飛んで、ここもかわしていった。二度同じように股を抜かれた。腕を取られてもう自由自在にされてしまうバイソン・スミスが、スクールボーイでカウント2。どうだというこの笑顔。いやバイソン・スミスが188センチ、124キロですけれども遊ばれてますね。そうですね、でもバイソンも大きいですけど動きはねもうほとんど変わらないですからね、速いですからね、はい、イギリス国旗がそのタイツの後ろに見えますダグ・ウィリアムス、一方のバイソン・スミスはアメリカの国旗、お互いに母国のプライドを背負っての戦いと言ってもいいかもしれません。捉えた。さあこの力で来るバイソンをまたダグがどう切り返すかというところですね。そうですね、起き上がった。わあ、まだバイソン・スミスが力でその主導権を握っています。投げてきた、力任せ投げてきました。今度はどうだというバイソン・スミス。さあまた距離を取って、あ、ダグリアンスがタッチを求めてエース・スティールとタッチを交わします。さあその気合がやや空回りしているでしょうか。エース・スティール、ちょっと戸惑ったように入ってきたザ・グラジエーター。落ち着いた佇まい、ベテラン40歳グラジエーターです。キックを交わした。ジュニアのエース・スティールが果敢に挑んでいきますが、重さではどうも勝負に勝ち目がないようです。エース・スティール、ロープに振った、ラリアット交わした。さあどうする、くるっと1回転バックに回って逆水平、またも力でいくか。ハンマーを振り下ろす、ロープに追い込んだ、振り返したグラジエーター、正面衝突です。まあ、エースもまともにいったらダメですからね。そうですね、グラジエーターがこの2004年12月小橋とのものすごいタイトルが決まりました。それ以来の参戦です。あ、やはり投げられて苦しい表情はエース・スティール、苦しい声に思わず観客席から笑いが起こります。まあ、今シリーズは実は今日を含めて6回バイソン・スミスと組むことになっているグラジエーター。このバイソン・グラジ組というのはもうノアにとっては脅威ですよね。そうですね、まあ外人が今持ってますからこのタイトルマッチはないですけども、はい、まあ、ゆくゆくはこの2人がやっぱりタイトルに挑戦すると思いますよ。もう実力は本当ありますからね。カバーに入った、ワンで返されます。思えば昨年の10月シリーズで初めてバイソン・スミスとグラジエーター2人が揃って参戦してタッグも組んだんですが、ここはエース・スティール、キックを見せました。その時から大きさで存在感のあったバイソン・スミス、グラジエーター組、今日は6人タッグ、今シリーズ6度タッグがあります。ここはエース・スティールが頑張っています。175センチ96キロ、体格でいうとジュニアの選手になってきます。取っていった、フライングのライアット。グラジエーターは力だけではありません、この跳躍力が見事ですね。あります、すごいジャンプ力ですよ。はい、バンと入って2つです。192センチ130キロのこの大きな巨体をコントロールして飛ぶ、ものすごいバネを秘めてるんですかね。そうですね、すごい運動神経いいですしね。はい、まあ、バイソンも一緒ですけどもね。まあ、そしてダグ・ウィリアムスが入ってきました。初来日は2003年の5月です。まあ、実は2002年三沢がアメリカに視察に行った際にその時にプロレスリングアイアンドマットに上がっていたこのウィリアムス、まあ、それで三沢が声をかけてスカウトしてきたのがこのウィリアムスなんですが、なんとそのウィリアムスが三沢からベルトを取ると、そうですね、なんとも言えない数奇な運命を感じますね。まあ、三沢が目をつけるほどですから当時からこの技術が光っていたんでしょうね。そうですね、もうイギリストップですからね彼はね、まあ、ヨーロッパ全体でね、今本当にもうドイツ、今はもうヨーロッパはもうテアトルが近くなって、仕事活躍する場が本当ドイツイギリスぐらいしかなくなりましたからね。はい、ダグ・ウィリアムスに聞いたところイギリスでも数々のタイトルを取ってきました。そしてドイツ、イタリア、なんとオーストラリアでも試合の経験があると。もちろんアメリカでもマットを踏んでいます。去年の夏はロシアに行ったらしいです、ね、あ、そうですか、本人が言ってましたね。まさに世界を股にかけるレスラーといいかもしれません。さあチャンピオンの今日初連携、この大きなグラジエーターにどうやっていく、スクラムを組んでかわされた、もう一度いく、これもかわしたグラジ、ダブルのラリアット、しかも場外へ。さあ飛ぶぞグラジが、飛ぶぞ、スコーピー危ない、チャンピオンチーム2人が危ないのか、ノー。まさに一投でガー、しかしエース・スティール、エース・スティールが飛んできた。これはものすごいことになってきた。さあ
ローキーも伺っているか、ローキーも伺っているか、ブラジが捕まった、ローキーがエプロンサイドだ、ローキーが狙っている、エプロンサイドからニュートラルコーナーに後ろ向きで何をするんだ、ローキーがなんと前に飛んだ、キースプラッシュ場外、場外へのキースプラッシュ、ものすごい技が炸裂しました。さあバイソンが、危ないですね、これは普段は飛ばないバイソンが、これはちょっとこの5人の動きに触発されたか、エプロンからコーナーに戻ってバイソンが、水牛がなんと7レシピ飛んだ、124キロミサイル発射、6人が倒れるノアマット、この場外ものすごい攻防になりました。まさに肉弾戦、絵に描いたような肉弾戦、筋肉と筋肉のぶつかり合い、これが常人の力を加えたぶつかり合いです。さあこのまま場外戦になるのか、スコーピオが今鉄柵の外にグラジを持ち出している、棒放送席の真横です、観客から悲鳴が上がっています。反対のサイドでもエースしている、さらにはバイソン、バイソンがダグを捕まえた、ウィリアムスを捕まえました、チャンピオンチームもラフファイト、これは危険な匂いがしてきましたね。いいですねこれはね、ああ一度持ち出した、グラジエーターの今線が定まりません、後ろから一攻撃、カウントは15まで入ったところでリングに戻りました。あバイソン・スミスもダグ・ウィリアムスを痛めつけて戻ってきます。いやしかしものすごい迫力のある時間帯でした。そうですね、外人同士の意地の張り合いというのが、さあ捉えた、これがこの人のパワーです、スパインボム、勢いをつけたスコーピオの飛び技はいとも簡単に受け止めてしまう、これがグラジュエーター、そしてバイソン・スミス。マイティさん、はい、レスラーの気持ちにならなければ分かりませんが、はい、普通グラジエーターがタッチを交わしたら、よし次はもう少し小さい人が来る、そんな感覚にもなりそうなもんですが、そうですね、このチームはグラジの後またバイソンが来るわけですよ。そうですね、その大きいのがまず飛びますからね、はい、みんなびっくりしますよ、まあ、チャンピオンチームはどちらかというとそれほど大きな、おーっと人間を上手投げです、オーバーハンドスロー、スコーピオ、ダグ・ウィリアムス、ともに105キロカバーに入った、やっぱり2人ともやっぱりテクニックのチームですからね、はい、そう考えますとバイソン・スミスとグラジエーター、この2人のパワーにはタッグチャンピオンといえども苦戦しそうですね。そうですね、さあ腕を捉えた、このまま掲げて、おっとバックブリーカーのようにサイドからいった、右の脇腹、今の技は珍しいですね、ひねりを加えて脇腹でした、やっぱり力ないとできない技ですね。そうでしょうね、力と本当テクニックというのか、いろんな技を出しますね。さあスリーパーに入ります、この太い丸太のような腕がチャンピオンスコーピオの首に巻きついていきます。ああ技の名前もちょっと分かんないですね。そうですね、出されるとね、抱え上げて相手をスピンさせての脇腹へのバックブリーカーという技でした。おっとネックハンギングツリーから、さらにはベアハックに持っていった、これも力技、105キロのスコーピオ、糸も簡単に持ち上げました。なんとかカットしました、チャンピオンスコーピオ。もう一度抱え上げた、ベアハック。背骨折っていこうかというこのバイソン・スミス。まさに力技。初代タッグ王者でしたスコーピオ。その時、横にはベイダーがいました。今回、ダグ・ウィリアムスというベイダーとは180度違うテクニシャンの力を得てベルトを巻いたスコーピオです。エーススティールが入ってきました。久しぶりの参戦です。力を込めて、あーっと、その時間があだとなった。鉄の爪、アイアンクロー、場外へ。投げ捨てていきました。さあ、そこにはグラジエーターが待っている。本当に力を抜く暇がありません。全門の虎、肛門の狼、こういう状態をいいんでしょうか。前にバイソン、後ろにグラジ、掲げた、さあどうする、あーっと、そのまま横に投げていきました。やはりエーススティール、ジュニアのスティールとしてはバイソン、グラジエーター、捕まるとまずいですよね、何か戦い方を考える必要があるかもしれません。捕まる展開になっています。さあスコーピオが救出に、あっと何か抜き足差し足としましたが、ローキーに見つかってしまいました。さあどうする、鉄柵、ハイキック、あーっとお客さんへ、鉄柵を越えてきました。目を見開いているチャンピオンスコーピオ、チャンピオンチームを苦戦する展開です。カバーに入った、立って返している。
マイティさんどうでしょう、はい、まだスコーピオウィリアムスチャンピオンらしい戦い、この試合どうですか。そうですね、なんかパワーにちょっと悪投されているような感じもしますしね、まあ、パートナーのこのスティールが捕まっているとそうです、ね、いうこともあるかもしれませんが、ここまで目立つのはワタノローキーと力のバイソングラジュエーターというそんな展開にも見えます。カバーに入るジュニア同士の2人になってちょっと試合は落ち着くか、ちょっとまあ大差で気味ですね、チャンピオンチームは。ローキーから再びグラジエーターにタッチが交わされました。グラジがタッチを受けるなりニュートラルコーナー、この人は130キロでも飛びます。さあ巨大な重戦車がまさにその空中から襲いかかる。ラリアット、右腕を振り抜きました。カバーに入る、カウントどうだ。エーススティール厳しくなりました。ようやく赤コーナーに揃ったチャンピオンチーム、なかなか、さあ行くか、アッサンボムに行くか、掲げた掲げた、いやこのままラッシュをして、これを捉えた、神風はこらえました。ラリアット壊して顔面ごと倒した。さあチャンピオンチームがここから自分の流れに持っていくか。ダグウィリアムスタッチ上で入ってきます。首を捉えてキック、ロープの反動を使って、アウト、蹴り上げた、速さ勢いでチャンをカバーします。カウント2、183センチ105キロ、32歳のダグ・ウィリアムス、グラジエーターよりは身長差10センチ、体重差25キロ劣っていますが、テクニックでカバーしようというダグです。飛びついてジャンピングニーのようなことになりました。そしてカバーに入ります。ジャンプ2つ、まあ、ウィリアムスも初挑戦で GHE を手にしました。そうですね、相当嬉しそうでしたね、本当ですね、あとスピアを見せた。そしてこのスコーピオとウィリアムスになって、このタック戦線がどうなるかというのも注目ですが、ローキーセカンドロープを使って一気に振り向きざま蹴りを見舞いました。そしてカバーに入ります。チャンピオンはまずはここは力を見せたいところですけれどもね。そうですね、ちょっとスコーピオのダメージがまだ残ってなかったので、ね、スコーピオが赤コーナー前で、あっと振られません。逆に腕を捉えて抱え上げて逆さ釣りにした。この体勢からニュートラルコーナー、このトリッキーな動き、ウィリアムスの持ち味です。ここで一つ出ました。ここでチャンピオンチームのタッチ、ニュートラルコーナーが対角線へ、1回転体を浴びせた。元祖スピードスターといえばこのスコーピオでした。さあ分断した、ローキーを捕まえる。チャンピオンチームとしては願ってもない展開ですが、ローキーがかわしている。ダグ・ウィリアムスをかわして、あっと2人が詰まれた。そして浴びせ蹴り、かかと打っていった。ダイロクラッシャー、さあ側転から、あっと見事に蹴りを打っていきました。そしてタッチをかわします。ここもどうも押し込まれてしまうのはチャンピオンチーム、バイソンスミス左手の手刀で飛んでいきました。抱え上げてリフトアップした、壁を作ったリフトアップスタム、隆起した筋肉が、そして顔面を捉える。チャンピオンチームなかなかペース止めませんよ。そうですね、カウント2、まあ、ローキー、バイソン、グラジエーターって本当にね、実力ありますよね、3人はね。外国人同士ではありますが、ここで押し込んで勝つようなことがあればバイソン、グラジには大きなアピールになりますよね。そうですね、ただスコーピオも速さで切り返しました。スコーピオ、ウィリアムス、盤石と言われた三沢、小川の壁を破ったことでノアのタック戦線も新たな風が吹きそうです。そのチャンピオンチーム、スティールが顔面へ、セカンドロッカー飛んでいきました。力を込める、腕を捉えて抱え上げた、力任せに、いやこれもエーススティールにかわしている。足をかけた、あーマンジ固めか、マンジに行きます。変形ですが、やや変形ですがマンジに行った。これはカットされました。ちょっと相手が大きすぎますよね、マンジもね。あーなるほど、かかりきらないところがありますかね。そうですね、さあ今度はエーススティールが捕まる。おっと回転をつけて、またもバックブリーカー。今日のバイソンは少しバックブリーカーに凝っています。そうですね、いろんなバックブリーカーありますね。そうですね、さあ連携を見せた、バックドロップとアイアンクロー、そして飛んできた、グラジが飛んだ、130キロボディープレス。そしてバイソンシミスがカバーに入った。チャンピオンチームがカットします。イノチンカットはスコーピオ、ただなかなかスコーピオウィリアムスの流れになりません。エーススティールが捕まった。力を見せるバイソン・スミス、対角線に切る、かわした。エーススティールもやや足元がおぼつかない。場外でも激しい争いです。4人がやり合っています。コーナーの上にバイソン、後ろから押さえたスコーピオ、
さあ、なだれ式で何を見せるか。場外では抱き合った策です。おっと、エーススティールが一気に投げ飛ばしてきました。そしてカバーに入ったが、おっと、返された、返された。いや、このままこの体勢は危険だ、この体勢は危険だ。バイソン・テニエル、やや変形でした。しかしバイソン・テニエル、そのまま一気にエビ固め。バイソン・スミス、まさに料理フルコース、完璧なる流れ、食らった技の流れを一気に断ち切りました。そして勝利に結びつけたバイソン・スミス、最後うまくバイソン・テニエル持っていきましたね。あれはね、食らった技から切り返しましたね。そうですね、うまいですよね、バイソン。ああいうところ ね、はい、あれね、なんと勝ったのはバイソン・スミスにグラジュエーター、勝利の雄たけびを上げます。どうでしょう、マイティさん、捕まったのはスティールとはいえ、そうですね、ミヤムシにとっては悔しい結末ですね。ぜひグラジー、バイソンチームはこの、ね、チャンピオンチームとタイトルマッチ見てみたいですね。そうですね、それにしてもノアマットとは思えないような、そんな試合でしたね。そうですね、6人が健闘を称え合います。まあいい試合だったですね、本当 ね、やはり外国人同士心が通じ合うんでしょう。試合が終わればノーサイドです。そうですね、この意向を残さないといいですね。そうですね、6人が力を出し切りました。そうなると気になるスコーピオ・ウィリアムスの次なる対戦相手、なかなか見えてきませんが。そうですね、どうなんでしょう、タク戦線。ちょっとね、まあ、外人同士の、まあ、その前に日本人はね、はい、まあ、秋山選手も誰かパートナー選んでまた、やるっていう話もありますけどもね。なるほど、このあたりも注目ですが、バイソン・グラジが存在感を示しました。そして神戸でベルトを取ったスコーピオ・ウィリアムス、そのベルトを取った姿をこの東京で初めて見せました。あ、ファンからの声援で力を得ます。バイソン・スミス、グラジエーター、ローキー、この戦いにファンも満足そう。その歓声のボルテージもまた一つ上がってきました。外国人6人によります力のぶつかり合い、迫力のノアマット、タッグチャンピオンスコーピオ・ウィリアムスが東京に帰ってきました。